ででん。そんな気がするんだ。そんな気がしに行きましょう。おはようございます。むっちゃんです。かっちゃんです。そしてかずです。はい、かずさんがねスペシャルゲストで来てくれてます。はい、プチ日本一周体験ということで、今日はねアスカ号じゃなくてゆうちゃん号で一緒に旅をしますよ。はい、お願いします。はい、よろしくお願いします。はい、到着しました。はい、日本の松原。はい、あの仙人さんも来てたとこ。おー、そっかそっか、うん、見た。え、ちょっと行ってみましょう。はい、はい、朝晩でもうかなり冷え込んできてるので、今日調子こいて秋服で歩いてるんですけど、早速暑いっていうね、いいお天気です。富士山見ていきたいと思います。あ、安倍川餅とかもある。食べたいな。あそこなのかな。あー、それっぽいね、うん、ほら、安倍川餅。本当食べることばっかだな。うちさ、今日お昼そんな食べないかなと思ってたの。朝ごはん結構普段あんな食べないんですよ。え、なんか見てたらお腹空いてきた。何シラス丼とか。あ、出てくるね、食べ物がどん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 ね。本当、松の木ばっかだな、これ、うん、富士山ってそのまま富士山なんだね。世界遺産のことが書いてあるね。ね、海の方に行くと眺望、富士山がよく見えるポイントがあるんだ。おーい、うわ、もう海見えるじゃん、ここから。ちゃんとさ、ああいう吾妻屋があったり、お土産屋さんとかもあるんだね。はい、でこちらがね、羽衣の松ですね。平成25年6月に富士山が世界遺産の、世界文化遺産か、うんうんうん、に登録されて、でこの三保の松原もだいたい7キロあるんだって、海岸が。はいはい、そこに3万本ぐらいの松が生えてるらしいんだけども、もうこの富士山と、ね、そう、三保の松原とセットで世界文化遺産に設定されてるんだって。はあ、うん、すごいね。こうさ、キノコ生えてる。そうそう、立派なキノコ生えてるね。海だよ、海。海見えてる。っていうか、向こうに見えてるのって伊豆半島。伊豆半島、カズさん。ああ、本当にちょうどあそこの雲、あそこに富士山がいる。ああ、じゃあそこにきれいに本当は見えるんだ、こっからだと。はあ、お父さんが言ってたよって、この雲の中で富士山を見たんだって。富士山は本当にあったんだ。行こうおばさんみたいな。これが明日山でしょ。明日山で富士山。多分ね、富士山ね、雪が積もってたらきっとあんな感じで見えるんだと思う。そう、ちょうど富士山の形してるしね。はい、ガッちゃん、富士山山頂見えませんですな。あ、でもあそこに隠れてると思うと、うん、イメージが膨らんでワクワクするよね。そうね、これちょっと後であれでしょう、合成でここにデデンって富士山がきっと絵的にバーンって。はい、じゃあどうぞ。ポンってこんな感じなんですよね。出た。そう、多分見えてたらこんな感じなんだろうね。はい、こんな感じのね、はい、ちょっとディフォルメ感ありますけど。はい、これずっと松なんでしょ。なんか神社あるね。ね、羽衣神社。ああ、やっぱしね。おお、あれがちゃん、羽衣神社じゃなくて羽車神社だってよ。ほんとだ、ちょっとやられた感たっぷりなんだけど。羽車神社にこう絵馬があったりとか、どう考えても落とし物だったりとか、ちょっとユニークな感じですね。うわー、おでんだ。ね、甘味噌で食べるおでんなんです
甘味噌だからあの静岡おでんってちょっと色が静岡おでんはね甘味噌じゃないんだけど、うん、この美穂はあの甘味噌をつけてるんですよ。カズさん初めてじゃないもしかして。このいわし節青のりをかけ、静岡おでんもいわし節青のりをかけますよね。おすすめってありますね。名物の黒はんぺんだった、うん、はい、牛すじと卵、はいはい、うん、卵、あ、もつくし、うん、厚揚げ、厚揚げ、うん、でやっぱ黒はんぺんだよね。そうですね、外せない大根、はい、大根、うん、はい、フランコどうぞ。白焼きって何ですか？あのタラのすり身なんですよ。うーん、茶釜だね、こちらね、静岡の静岡茶、静岡茶、いただきます。いただきます、いただきます。早速、え、何食べた？はい、ね、みんなでちょっとシェアしながら食べれたら嬉しいかな。こういう次、美味しかったね。いただきました、はい、ごちそうさまでした。中のシナモンが見えるかな。今スープ入れちゃったから。あ、いいいいいいんです、いいんですよ。いやでもね、初めて食べたんですけど美味しい。せーの、あー、あー、あれ、あれ、はじめまして、はじめまして、あの、ネタボーンと申します。はい、よろしくお願いします。お願いします。奥さんのミキと申します。はい、おっと、ちょっと見えてきた。うんうんうん、さっき見た時より全然違う。あのメタボーンさんも合流になりまして、はい、今日メタボーンさんと奥様だと一緒に合流でございます。あー、よろしくです。マジか。信号左折して、信号左折、あー、はぐれたー。七屋さんに到着です。静岡抹茶って言ってね、あの抹茶の濃さが選べるようなお店になってるそうなので行ってきます。店構えはねこんな感じです。青空に映えてていいですね。お、お店こんな感じ、こんな感じの店構えです。あ、アイスだけじゃなくて生クリーム大福とかいろいろあるみたい。行ってきます。うわー、いっぱいある。一応チョコレートとか黒ごまとか、あー、あるよね。ぜひ皆さんでシェアをしてみましょうか。今回はプレーンとナナにしようかと思います。はい、運転します。ででん、おっと、すごいね、よくこの組み合わせにした ね、 ね。カレーライスが緑になったみたいなね。グリーンカレーですかみたいな。やった、みんなで中で食べましょうということに。お邪魔しまーす。お邪魔します。はい、どうぞ座ってください。あ、いいですか、こっち。はいはい、ありがとうございます。順番に。ほうじ茶です。7番と玄米茶。あー。それと7番、4番。4番です。7番ミルク。おー。ほうじ茶。いただきまーす。いただきます。みんな7番は皆さん食べてると思うので。7番、あ、7番、濃いな、これ。あー、ほんとだ、ほうじ茶だ。はい、ごちそうさまでした。美味しかったです。美味しかった。濃かった。濃かった。7番、こう。